で、モッチ先生っていうさ、シャブートに入った手紙でさ、手紙4枚ぐらいにかけてさ、これ書いてあるわけよ。モッチ先生いつも、ね、視聴させていただいています。まさかあんな話題に上がると、あんな怪文書を送っていたとは。モッチサイン1号ゲット男。500円ありがとうございます。補定専用おじやにきですと、いつも楽しい、配信ありがとうございます。感覚ですが鉄の巨人って発言がチョッパーっぽい気がします。もしかしてジョイボーイ海賊団のメンバーの一人だったとかありますかね。例えばズニー社がゾロのポジションの副船長で、他にもジョイボーイ海賊団メンバーが今後出てくるとか、来週も楽しみです。あ、なるほどね。海賊団の一員とかはあんのかな。いや、もう鉄の巨人が海賊団の一員だったらとんでもないでかい船になりそうだけどね。なんか小田先生がよく用いる手法として文字通りパターンってあって、その世界一の頭脳を持つ科学者みたいなのがずっとね語られてきたんですけど、実際蓋を開けてみたら文字通り世界一の頭脳を持ったベガパンクだったとか、あとは考察ベースですけどね、最近言われてるのがこの世の全てをそこに置いてきた、これ文字通りそこね、 200m 海に沈んでしまったその底に置いてきたんじゃないかみたいなのも、これ最近というかまあ昔から言われてる説ですけどね。という意味で言うと、この巨大な王国も文字通り巨大な可能性もあるよな。文字通りめっちゃ巨大な王国だったみたいなね。何もかも巨大だったっていうね。その箱舟ノアを作った一族とかも若干気になるよな。あの一族のところに行って修理しないとみたいな感じで、海洋類が箱舟ノアを持ってどっか行ったんすけど、どこ行ったのかみたいなね。まあそう考えるとジョイボーイ海賊団もめちゃめちゃでかい船に乗って、鉄の巨人がいてズニー社がいて、ズニー社はどう考えても船に乗れないけど、なんか別の姿だったとかなのかな。まあ原初の海賊なんで、空白の100年編が過去編であった場合、原初の海賊ジョイボーイ海賊団、ジョイボーイ一味みたいな描かれ方をするかもしれないよね。そのそれこそ副船長みたいなやつがいて、医者がいて、コックがいて、航海士がいて、狙撃手がいて、考古学者がいて、船大工がいて、操舵手がいてみたいな、ジョイボーイ海賊団、ジョイボーイ一味みたいな描かれ方をする可能性はもちろんあります。まあ、鉄の巨人とチョッパーが対応してるんだったら、鉄の巨人が医者ってことになるのかな。いや、その想像はでも楽しそうだね。ジョイボーイ海賊団のどんなメンバーだったのかみたいな。で、このモッチーさんサイン1号男つってさ、このチャンネルではよく紹介させていただいているこのね、専用さん、まあジンギスカン専門店でございまして、メニュー表ありませんと、大将にね、ラムをこう何人前食べたいかだけお伝えくださいと。で、美味しいジンギスカン、もう鮮度にとことんこだわりにこだわった未来永劫ですね、モッチー先生見ました、総大将にお伝えいただければラムが1人前無料になるというね。で、この専用さんでそれこそこの方にお会いしたんですよね。あのモッチー先生のファンですと、今日布袋さんのライブ行って、でモッチー先生のこと大将に聞いてダッシュで来ましたと、サイン書いてくださいっつって一緒にコンビニ行ってなんか書くもん買って書いてあげたみたいな話ですけど、でこれ前回ね、なんかわけわかんねえスパチャ来たんだよね。意味わかんねえスパチャだなつって、先日はおじやの話ありがとうございました、実は来られてすぐ僕も彼女も疲れていて寝てしまいました、僕はあの経験でギャルで居続けることの大変さ、僕の魅力のなさ、大都会で夢を追うお互いの疲れ、そしておじやの美味しさを知りました。起きて笑顔で彼女を見送った後、一人思いました、そういえば何もなかったと。すいません、昔話を思い出してどうしても言いたかっただけです、引き続き配信楽しんでまいりますという、今読んでも意味不明意味不明すぎんだよな、この回文。なんか酔ってたらしいですけどね。何が来て、彼女ってお前本当のお前の彼女のことなのか、なんかデリヘルで呼んだやつみたいなことなのか、もう分かんないし、そのわけわかんない、その経験によって解釈できてない、理解できてない、この経験によって、このギャルで居続けることの大変さ、僕の魅力のなさ、そして大都会で夢を追うお互いの疲れ、そしておじやの美味しさを知りましたって、もうわけわかんねえで、お前ギャルじゃないじゃん、まずギャルで居続けることの大変さをなんでわかんだよお前それで。で、僕の魅力のなさもう なんでそこに魅力のなさになるんだよ。で、大都会で夢を追うお互いの疲れってなんなんだよ夢を追うことの難しさならまだちょっとわかるよ。大都会で夢を追い続けることの難しさ、モチベーションをキープする難しさならわかるんだけど、大都会で夢を追うお互いの疲れ、それ疲れてるってだけじゃねえか、ただ疲れてることがその経験でわかったって話かよ。そしておじやの美味しさを知りました、まあ、わけわかんねえよっていうことで、かなり長めに
尺を取っていろいろ突っ込ませていただきました。なんかわかんないですけど、こいつさ、それを本当に申し訳ないと思ってたらしくて、その専用にこの前俺行った時にさ、あ、そういえばある方から手紙預かってるんですって言われて、それこそ大物のなんか有名人がね、あのかなりこう来られる店なんで、その専用さんは AV 女優の誰かとかからなんか慕っておりますみたいな手紙かなと思ったらこいつなんだよねでモッチー先生っていうさ、茶封筒に入った手紙でさ、手紙4枚ぐらいにかけてさ、これ書いてあるわけよ。モッチー先生いつもね、視聴させていただいています。まさかあんな話題に上がるとあんな怪文書を送っていたとは。最近毎週送っていたので今日も送ろうと思っていたのですが寝落ちしてしまいました。それで4時に目が覚めて送らなきゃとまどろみの中打ったスパチャが例の怪文書だったと。たくさん広げていただきましたが、この話の真実は本当にしょうもなくつまらない内容なのでお伝えしない方がいい、気もします。コメントの中に真実にたどり着いていたモサもいらっしゃいましたと。以下解説になりますっていうことなんだけど、もうこの辺で、いや俺ももう読まなくていいやいや、いいんだよ。全然気にしてねえし、謝ることでもねえし、こう説明を求めることも別にしないし、なんで謝罪文なんだよ。答え合わせしてあ、答え合わせする？いや、俺も読んでねえんだよ、まだ。おじやの話ありがとう。先週僕がお送りした歌舞伎町のおすすめおじやのお店に、ついてのスパチャ読んでくださりありがとうございました。僕は昨年夏まで歌舞伎町に住んでいたので、おすすめの、朝までやってるお店を紹介させてくださいというスパチャを、先週送っておりました。ギンギラさんと呼びましたが、ギャル店ではなく結構清楚な方が来たと。ギンギラ東京の女性にその店を教わりましたと。その女性ホテルに来られた時とても疲れてそうでかわいそうだと思った僕は、疲れてる、眠いと聞きましたと。僕も疲れていたため気づくと二人とも寝てしまっていましたと。その寝る女性の横顔を見て、普段は清楚なのにギャルを演じてるのかな、大変だなということを学んだと。彼女の寝顔を見てギャルで居続けることの大変さを学んだと。で、受け身でいいお店なのに何もなかったので俺って魅力ねえのかなってことですと。自分に魅力がないからお金払って呼んでくれた彼女がまあ寝てしまったと。ギャルで居続けることを大変だろうな、横顔を見て思いました。俺って魅力ないのかな、こんなすやすや寝ちゃってるってことはって思ったってことだよね。僕自身ミュージシャンになるために、東京で戦っていますが、どうしても精神的に疲れた時に当時、お呼びしたというのを思い出し、ああいうスパチャになりましたと。大都会で夢を追う、それが大変なことの、ミュージシャンをやってることもあり、大都会で夢を追うのは大変だな、この子ももしかしたらこういう仕事をしながら心の底には何か夢、大きな夢を持ってて、したくもないけど頑張ってるんだな、自分もミュージシャンとして戦っている、これが重なってお互い夢をこう追い続けることの疲れっていうのを、感じたっていう。起きたのが4時。なぜかその当時を思い出す、メランコリックな気持ちだったので、戦っていた自分と歌舞伎町で戦っていたあの女性を見て思い出し、照らし合わせてあのようなスパチャになったのかなと思われます。で、ラストの何もなかったですが、ただ単にエロいことがなかったこととゾロの名言をかけて書いただけだと思います。おそらく4時の時は決まった最高の文章ができたと思ってスパチャをしたんだと思われますと。非常に理解不能な文章で、申し訳ありませんでした。なのでこれは歌舞伎町のデリヘルを読んだだけで寝ておじやを食べて終わったから何もなかったというコメントのが正解になります。このままだと頭のおかしい人物が先生のサイン1号になってしまい、先生に申し訳ないので、もし可能ならこの手紙を配信で読んでくださったら嬉しいですと。引き続き配信楽しんでまいります。いつも大変ありがとうございます。以下今回とは関係ない感謝になります。東京でミュージシャン目指し戦っていた時も先生の面白い配信にはとても、癒されました。今は作曲家を目指しております。そうなんだ。続けて先生の配信を聞いて頑張りますと。説明がないままの方が謎が謎で楽しかったんだけどね。これが答え合わせしちゃうとなんかこう一気に冷めちゃうみたいなのありますよね。いや、いいんだよ、全然気にしてねえし、楽しくこれからも生きていこうよ一緒にっていうさ。俺とホテイとギャルとおじやまあタイトルはそうかレオナルド天才考察者ドナルドさん、ハペガありがとうございます。エメトの出そうとしている技が電気ショックなら、エメトのモデルがプルート確定で、五老星の弱点が電気なら、海洋類、人魚姫、魚人説も濃厚になってきます。なんかギリシャ神話とかの話。この前の陰陽なんとかで仲直りするって言ってた人いたけど、これは海軍じゃなく魚人族だと思いますね。だって沈みゆく世界イコール人間の滅源メリットがある魚人族だもんね。
電気ショック、いいかやめといざって時だっつってその技を使う時が近づいていると。おそらくはまあ次号1121話でエメトが使う技、いざって時に使うジョイボーイと約束したその技を使うんだけど、それが電気ショックってことが分かったら繋がっていく考察がありますみたいな話だよね、多分ね。なるほどね。いやちょっとこれは期待して待ちましょうよ、天才考察家ドナルドさんのこの予想をみんな記憶しといて。まあ電気ショック関係、電気関係の何か技だったら。でもそうなるとさ、そのパンクハザードで電気ショックはカウンターショックみたいなやつあったよね。ローがイエティクールブラザーズを倒した時の技みたいなのあったよね。その感じであの時からもう配置してましたよ的な感じが来るのかな、もしかしたらね。雷パンチみたいな感じ。まあちょっと期待して待ちましょうと。いやなんか早バレも来そうだね。来週すごそうだから、そのベガパンクが未来を結論付けるって言ってるから、その結論付けた未来が早バレで文字として出回りそうな感じもあるし、あとエメトが出す技みたいなのもなんかね出回りそうな気配プンプンするんだ早バレが。ちょっといつもに増して気をつけましょうというね、皆さんね。そうだね、ワンピースの日ということも重なり、あと関東カラーっていうことも重なり、とんでもない神回になるんじゃないかっていうのはまあ想像はできますと。むしろエッグヘッドクライマックスというか、もうエッグヘッド最後の回になってもおかしくはないというかね。これでベガパンクが未来を伝えて、鉄の巨人がいざって時ジョイボーイという約束した技を使い、配信は途切れるものの、そのいざっていう時の技で五老星を制し、ルフィたちはエルバフに向けて出航できて、エッグヘッド編終わりみたいな可能性すらあるよね。トントン拍子に行くならね。それが1121話みたいなね、どうなるのかというね、早バレも特に今週来週は気をつけましょうというところでございます。レオナルド天才考察家ドナルドさん、800回何回もありがとうございます本当に。俺あったっけ、レオナルド天才考察家ドナルドさんで、あのイベントの時に。なんか最近めちゃめちゃくれてると思うんで、もしあったら言ってくださいね。俺レオナルド天才考察家ドナルドですって。800回ありがとうございます。エメトのモデルがプルートゥーなら、エメトが出そうとしている技は電気ショックですと。五老星の弱点が電気なら、海洋類人魚姫魚人属説が濃厚になってきますと。陰陽なんとかとか言ってた人は海軍と仲直りするんじゃなくて魚人族だと思います。あれこれ沈みゆく世界イコール人間の殲滅、魚人だけの世界、これが答えです。ワンピースは実在数。これさっきも読んだっけ、若干言葉を変えて分かりやすくまた説明してくれてるみたいなことかな。沈みゆく世界イコール人間の殲滅、魚人だけの世界、これが答え。いやなるほどな、沈みゆく世界は人間を殲滅する。でこれは誰が望んでることなのかな。これが天才考察家ドナルドさんの想像だと、それをイム様五老星が望んでるってことなのかな。沈みゆく世界、魚人だけの世界になるっていうのは。まあでもその沈みゆく世界は人間の殲滅だとするならば、レッドラインの上に住んでいる天竜人五老星はまあそれを免れられるもんね。人間を殲滅、いやだからその人間を殲滅するのがイム様五老星の狙いだった場合の矛盾ってあるんだよね。だって今革命軍の兵糧攻めだとかっつってさ、マリージョアに下界からの物資が届かない状況になってて、今ヒーヒー言ってるわけでしょ、飯はどうしたみたいなさ。で天井金っていうのは、政府加盟国っていうのが天井金を支払うことによって政府加盟国として認めてもらえるみたいな、まあシステムなんだけど、お金っていうのは世界各国150カ国だっけ、加盟国から天井金を納めているみたいな。でこれさ、世界を海に沈めてしまった場合、天井金は上がってこないわ、食べ物は上がってこないわ。でレッドラインの上っていうか、マリージュアの近辺っていうのは植物は人工だっていう設定がある以上、そこで作物を育てることもできないっていうことなんだよね多分ね。だから食料とかっていうのは下の世界から供給してもらうしかないっていう状況なのに、世界を海に沈めてしまったら困んのお前たちだろうがあるんだよね結局ね。あ、人口削減。あ、いやちょっと天才考察家ドナルドさんのなんかこのエメトが放つ技が電気ショックなんだったら全てが繋がりますみたいな考察だと思うんですけど、いやこれなんか楽しみですね。そしてさらに詳しく聞きてえな。ちょっとあんまり理解できてねえからな俺。五老星の弱点が電気なら、海洋類人魚姫魚人属説が濃厚。